こんにちは、ジェラードウエスト店長シュウでございます。はい、スタッフエムラーです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、さあ本日のテーマは、はい、本日のテーマはこちら、はい、301WX ホワイトになります。まあこれに関してはですね、うん、いわゆる僕らでいう 内見会、はい、展示会では見たことないんです。なかったですよね、はい、ちょっとこう彗星のごとく、そうです、現れたパッと出てきて商品ですけども、はい、どういった感じの、こちらなんですけれども、はい、まあ、ラストリゾートの白タグ、うん、はい、皆様もご存知かと思いますけれども、はい、まあ、非常にね、履き心地のいい、うん、そして生地の柔らかさだったりとか、うん、まあ、この辺なんかもポイントにはなってくるんですけれども、うん、多分皆様もね、多分ね、探されてる方多かったんじゃないかと思うんですよね。まあ、うん、当然僕らね、通常通りインディゴのデニムっていうのはもうたくさん販売させていただいておりますですよね。やっぱり毎回、うん、ホワイトデニムっていうもの自体は、はい、数が少ないっていうのもあって、うん、毎度毎度完売はしてるんですよね、はい、まあ、これから現状今真夏ですよね、うん、で秋、うん、冬場にも使えるというところも、そうですね、ちょっと今回はですね、うん、僕と上村くんで、はい、スリーコーデずつ、はい、ちょっと割と多めに、そうですねやらせていただきましたが、はい、なんですけども、ちょっとそちらの方を見ていただいて、うん、まあ、白の、ね、ホワイトの汎用性というか、そうですね、ちょっとそういったものを見ていただきつつ、うん、まあ、今まさに真夏のスタイリングでも合わせていただいたり、はい、さらにこう秋の始まり初秋ですね、はい、ね、履いてもらったり、もう完全に秋口、うん、なりましたよ、でも履いていただけるようなコーディネートを今回ちょっと見ていただこうと思うので、はい、ちょっとバッチリチェックしていただければなと思いますので、はい、行きましょう。お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、シュウさん、じゃあ1コーデ目、はい、お願いいたします。はい、一応まずはそのパンツのサイズ感、はい、いきましょうかね、はい、一応173センチ60キロで、はい、30インチ履いております。はい、ちょっとシルエットを見ていただければと、ちょっと、うん、だいたい僕は301シリーズというか、はい、黒タグも白タグも、32を履いてるんですけども、はい、ちょっと白というホワイトデニムに関しては、うん、なんかこう綺麗めに、そしてスタイリッシュにというイメージがどうしてもあるので、なるほど、本当にちょっとジャストサイズで履いております、はい、まあ、言わずもがなシャンブレーに白という、うん、まあ、ド定番の鉄板でございます、はい、まあ、外しなしというか、うん、まあ、爽やかで軽い雰囲気で、うん、ただちょっとこうワークシャツらしい男らしさもあるという感じで合わせました。SS ワークシャツを着ております、はい、うん、まあ、なかなか色合わせもしやすくて、うん、使い勝手いいんですけども、まあ、中にタンクトップ着たり T シャツでもいいですけども、うん、まあ、人によっては地肌で着てもいいと思うので、はい、ちょっと夏らしいこういった安定感のあるコーディネートおすすめでございます、うん、いいですね、うん、トータルコーディネートで見てもかっこいいですね、はい、やはり最新作のサービスシューズでございます、うん、なるほど、まあ、サービスシューズ買った人は、うん、この301ホワイトを買っていただきたいっていうのと、うん、ホワイト買っていただいたらサービスシューズ買ってくださいというような感じの、はい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 、おすすめでございますので、うん、ぜひ合わせてみてください、はい、という感じの一発目のコーディネートでございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、上村君、はい、よろしくお願いします。お願いします。真夏のはい、コーディネートでございますね。コーディネートになります、はい、まず身長、体重、あと履いているサイズ感、はい、お伝えします、はい、165センチ、67キロ、ウエスト33で、着用しております。ちょっとゆったりですね。そうですね、ラフな感じでいいんじゃないですか。ちょっと太めにしております。こちらブーツは、ボードビロー、
今回入っております、うん、まあ、やっぱり安いですよね、はい、でそしてこちら、はいはい、こちらはですねオフィサーシャツステンシルになります、うん、まあ、こちらもね非常に使い勝手のいいアイテムとなってますので、まあ、ベージュと白ってこう合わせにくいかなと思ったんですけど、はい、まとまりありますね。そうなんですよ、しっかりとねまとまりのある、はい、スタイリングとなっておりますので、はい、まあ、おすすめですね、はい、ちなみにそのシャツは後ろもステンシルじゃないですか。後ろはねこんな感じに、はい、いいですね、インパクトのある、はい、着込めば着込むほどって感じですね。そうです、ワンコーデ目、はい、まとめてみました、はい、はい、ありがとうございます。はいはい、はい、通行で目となるわけなんですけれども、はい、はい、で通行で目はちょっと初週をイメージした、はい、なるほど、コーディネートということでやっていきます、はい、うん、はい、で、まあ、まずはシギーシャツですね、うん、シギーシャツですね、でちょっと先ほど上村君も合わせてたちょっとこう何て言うんですか、ベージュに白、うん、ちょっとブラウンに白みたいな、うん、ちょっとこういう色味の、はい、合わせ方にしております、うん、まあ、なので結構はっきりしたこう黒に白とか赤に白っていうのもすごく相性はいいんですけど、はい、まあ、ちょっと僕的にはこういうちょっとこう柔らかい雰囲気のコーディネートで合わせてもいいんじゃないかなと思います、はいはいはい、で先ほどちょっと言っておりましたこうちょっときれいめスタイルというか、はい、スタイリッシュなサイズ感で着てるので、うん、まあ、こういったタックインっていうのが割とおすすめ なるほど、はい、うん、感じで合わせております、はい、でまあ初秋なので、うん、時によってはこう袖まくったり、はいはい、そのままでもいいんですけど、うん、ちょっとこなれ感を出してみてもらってもいいかなと思います、はい、うん、でそしてちょっと初秋ということで肌寒いっていう部分もありますので、うん、ちょっとこちらの方を羽織ってみようと思います。はい、はい、ベスト、うん、ちょっと寄りましょうか、ね、トモキーズの、トラッパーズベストですね、はい、まあ当然ねブラウン系なシャツにブラウンっていうのは相性は間違いなくいいんですけども、はい、うん、まあ、僕的にはこういったきれいめなスタイリングにこういうことをしていただくとよりおしゃれなイメージがありますので、僕はもうこういう感じで初秋はちょっと肌寒くなってきたなぐらいの時は、うん、なんかレーザーベストの経年変化も早くさせたいし、はい、でホワイトでちょっとこう秋の雰囲気も出したいしということで、うん、この合わせがおすすめとなります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、通行で目でございます。はい、よろしくお願いします。はい。はい、まあこちらですね、合わせる T シャツなんですけれども、うん、T シャツはジェラード定番の、はい、まあ、クルーネック T シャツになります、はい。最近出ました。そうですね。かなり好評ですね。はい。まあね、お色味としては、うん、まあ、ちょっとネイビー。うん、で、そして、まあ、白パンという形で。合うよね。はい、まあ、相性も、ね、非常に良くて、まあ、使い勝手もいい色味となってますので、はいはい、おすすめです。バッチリだと思います、はい、まあ、実は、ね、僕もこの上からちょっと1枚、はい、羽織っちゃいますか。ちょっと羽織りたいのでちょっと羽織らせていただいてよろしいでしょうか。まあ、合わせましたのはこちら、はい、もう名作中の名作、うん、まあ、ツーモンキーズからリリースしておりますフレンチワークブラウス、はい、まあ、昨年の春そうですね、出ましたけれども、はい、なんと今年の秋冬に登場します。皆様ということですよね、はい、いいじゃないですか。まあ、非常にねやっぱりねこちらのお色味と、うん、またね白パンがまた合ういいよね、はい、全体的に見るとねすごくまとまりがあってそうですねいいと思います。でまたね素材もこれリネンなんで、うん、はい、まあ、非常に軽いというところと、まあ、通気性もいいのでおすすめです、まあ、初秋にはすごくいいんじゃないですか。はい、2コーデ目、はい、やらせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあシューさんお願いします。はい、3コーデ目ですね、うん、まあ、3コーデ目はもう秋ということで、うん、こんな感じのブロンクス、まあ、先ほどちょっと言いましたスタイリッシュというテーマで、うん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 、このねホワイトはコーディネートしたいなと思ったので、はい、まあ、あんまりこうガチャガチャせずに、うん、サラッとということでシンプルな色合いで収めました、はい、まあ、ブロンクス自体は最高級綿のスーピーマーコットンを使ってますので、うん、まあ、言わずもがな着心地と長く着込めるカットソーになってますので、はい、うん、でまあ、ちょっとね素材感的にはこういう張り抜きのデザインなんで、うんうん、あんまりこう何て言うんでしょう、シンプルすぎず、うん、もう1枚で絵になるような、うん、はい、カットソーとなっております、はい、
そしてまあ秋ということは、うん、やっぱりとね、Gジャン着たいと思うので、まあ、Gジャン2期たる、そうですね、はい、もう絶対着ないとってことなんで、うん、これちょっと合わせてみます。はい、 406WX、 はい、まあ白を下に持ってくると、うん、上にインディゴを持ってこれるので、はいはい、ちょっとね引いてみますね。そうですね、まあ、Gジャンと白パンってめちゃくちゃ相性いいので、そうですね、はい、もうスタンダードにシンプルにこういう合わせ方してもらえれば、うん、Gジャン着るときに確かにこうボトムどうしようか問題は、はい、あると思うんですけど、うん、まあ、当然別にデニムデニムでもいいんですけど、まあ、それはちょっとやりすぎかなっていう方には絶対的に持ってこいなホワイトなので、うん、まあ、こういう合わせ方はシンプルに使っていただければいいと思うんですけど、はい、さらに G ジャンが経年変化した場合もちょっと見ていただこうと思います、うん、はい、こんな感じでございます、うん、まあ、新品の、ね、インディゴの濃い状態も、はい、物としてはいいんですけども、うん、やっぱりこうこなれ感も出るので、うん、色落ちをこういい色落ち目指してもらった挙句にはこんな感じで、うん、合わせてもらってもいいかなと思います。まあ、いいですね、バランス的にもね、うん、やっぱり白との相性もいいし、うん、で逆に言うとこれも全部締めて、はい、ジャケットまだ冬物着てもらってもいいと思うので、そうですね、ぜひこのホワイトには G ジャン合わせてみていただきたいなと思います、はい、秋のコーデでした、はい、ありがとうございます。はい、参考デメでございます、はい、よろしくお願いします。秋ですね、秋です、はい、となるとどんな感じですか、はい、こちらですね、はい、あの今着ているのが、まあ、ジェラード定番のネイルシャツとなっております、はい、ユニオンワーカーシャツ、はいはい、赤に、うん、まあ、白がよく映える、うん、はい、まあ、非常に、ね、使い勝手も良くて、うん、でやっぱりあの定番ネイルシャツあのやっぱりプッシュしたいというのもありまして、そうですね、今回、はい、人気ですからね、着用しております、はいはい、もう1枚上からちょっと羽織りたいと、うん、その上から、はい、着てみましょう思いますのでよろしくお願いします、はいはい、こちら、はい、ちょっと合わせてみましたジャケット、はい、CN3 ジャケットになります、はい、うん、で、まあ、こちらなんですけれども、まあ、ヘリンボン素材になっている、まあ、はい、ジャケットになるんですけれども、うん、まあ、この、ね、ネイルシャツがちょうど、ね、いいその差し色になってくれるというところで、はい、まあ、非常に使い勝手もよく、でまた、ね、オリーブとこの白がまた相性良くて、はい、まあ、このトータルで見てもらっても非常に抜群の相性となってますので、はいはい、まあ、秋にはねこういうスタイルもおすすめになっております。そんな感じで、私の秋のコーディネートこちらになります。はい、ありがとうございました。はい、はい、いかがでしたでしょうか。はい、まあ、なかなか、うん、ね、まあ、僕ら2人体型も違うし、はい、まあ、いわゆる好みも違うと思うんですけども、そうですね、うん、まあ、そういった意味では、うん、ちょっとこう3コーデずつ見ていただいて、はい、こういう合わせ方、うん、あ、こういう着方もあるな、うん、っていうのもちょっと見ていただけて、よりこうホワイトデニムの、うん、そうですね、使い方っていうのも分かっていただいたんじゃないかなと思います、うん、はいはい、非常にねやっぱりね白タグならではのやっぱりこの履き心地の良さと、うんうん、やっぱりこの生地感、まあ、柔らかい部分というのはやっぱりね、あの実際に足通していただければ、そう、はい、ちょっとこの辺はぜひちょっと店頭にて、そうですね、履きに来ていただきたいなと思います。はい、で、まあ、真夏の即戦力であったりとか、はい、初秋、うん、秋冬と使い勝手のいいボトムっていうのは分かっていただいたと思うので、はい、ぜひちょっと参考にしていただければなと思います。はい、はい、本日はこんな感じでよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、はい、また来週動画も上がると思うのでそちらも、はい、見ていてください。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。